はい、どうもさんこんにちは、ノアです、今回は、はい、こちら、あ、こっちもジャネンマなんだ、邪神撃滅アキラ鉄編ゴッドボスに挑んでいきたいと思います。さあ、今度はゴッドボス2体目ですね。仲間にスーパーゴジータが来るみたい。なるほど。まあ、最近のゴッドボスはね、本当に初見クリアほぼ不可能なんで、本当に1回目はロケハンレベルで挑んでみたいと思います。なんかね、初見で勝てるような変遷してるんだけど、やっぱなんだかんだでギミックがすごいもう今多彩で、まあ全部はやっぱね、対戦と同じで対策がねしきれないんで、最初はもう死にゲーで行ってみたいと思います。おおお、なんか邪念馬が分身みたいになってる。あれ、うわ、飛ばしちゃった。もう飛ばしちゃったやん。このさ、ミッションのこの表示される時間がランダムなのがうざいんだよね。うわー、もう最高の名台詞飛ばしちゃったやんけ。おー、いいね。あー、やっぱ普通のジャネンバ最高。あ、てかさ、これ普通のジャネンバもこの同じ構えになったんだね。あれ、ジャネンバごぞっただけかと思ったら、こっちのジャネンバも普通にその構えになってる。まあ、リッチモデル化が最近すごいね、いい感じで、まあ、スーパーゴジータとかもね、リッチ化されて、もう逆にもうどんどんこう、ね、リッチになってないキャラクターがまあ減ってきたんで、そのうちもう差し終までには全キャラクターがリッチ化されててもおかしくないんじゃないですかね。はい、いう感じで HP48000 パワーとガードが高い仲間で攻撃チャージかと。いや、よくわからん、本当にどういう意味マジでさ、もうどういうことやねん。いや、わかんないから、本当にわかんないから、それだけしかヒントないんだもん。あとは、あー、2話になる。どうすればいいのこれ。なんだろうね、伺っている。一応出してみる。あー、一応記録ダメージは無効みたいです。で、身勝手の僕への最前列にして、まあ、身勝手ファイクーハンって正直見ないんだけど、一応ここはまあ原作再現でね入れました。はい、いいや、とりあえず突っ込んでみよう。普通に悪気のプレッシャー、何それ。お、強い、ブラッドサイヤーが強い。まあまあまあ、安定の2万3000と。何持ってんだろうね。あと固定ダメージを無効にする。これで終わりだーにしか聞こえないっていうね。する火力はまあぼちぼち、まあ言うてね、パワーとガード2枚になるだけなんで、そんなもん。なるほどね、そんなもんか。え、めちゃくちゃ良くね、本当にそれだけ。何にもないんかい。逆に食らってみてもいいけどね。さあ、どんなギミックが隠されているのか。これで普通に攻撃ダメージ取ったら笑うよマジ。はい、今のところは何もなくて、ああ、なるほどね。パワーとガードを元に戻す。それはやばいね。ってことはだよ、アイオスで今半分にしても戻ってるし、転送で1にしても戻るってことかな。で、貫通対策も多分3000制限持ってるんで、で考えると、ちょっと防御はやばいね、こいつ。で、こっちなぜかガード1になったし。まあでも、それぐらいだったら全然いけちゃうかな。あとは固定が通らない、倍増が通らないっていう感じで、単純にまあ、ガードが2万っていう状態だよね。まあ、赤き仮面のサイジンとかも多分効かないと思うのよ、この感じだと。結局ね、貫通にしちゃうと3000ダメージしか受けなくなるんで。あーなんか発動した。
だそれ。あと3回攻撃しようっていうのは何、ゴジータでっていいんかな。ちょっと意味深いっすね。お強い。ああ、パワーとガードはまあ上がらないんだね、あれ以上は。全然そうでもなくね。いや、一応残すか記録、まあ、ゴジータはいいとして、アイオスもいいとして、てか別に先行取られてもいいとしてあーでもまあちょっとあれですね、ガードが戻っちゃうっていうことなんで、ガードをじゃあ例えばロックオンで1にして、そこに対してこうあれすればいいんじゃない、転送。多分そうすれば、まあ、1の状態で転送で2万とか入るじゃん、3ランドの融合の転送とかで。であとはまあ物理で殴るみたいな感じかな。それかまあこいつが3000制限なかったらね、まあ一番いいんですけど、まあまあまあ間違いなく持ってるから、それか一回食らってみてもいいな。はい、食らえないしちょっと必殺技見たいよね。うわーうわーってはい、じゃあ一旦ここスルーで、いやごめん、今回のゴッドボス超余裕かも。やばい、テイクワンでいっちゃうんじゃない。あのなんか最初にさ、あのやった17号のゴッドボスみたい。あー5000ダメージアップと。え、あーそっか、バイク班で固定が通ってないんで、以上。え、クソ弱え。あーだるい、あーだるい、それはそれはだるいけど、もうしょうがないもんね、こんな。で終わり。あーありてんてなじゃん、スラッシュじゃないんだ。はい、あーキラセスのアルティメットエナジーで5倍ダメージ。これはまあちょっと痛いかもね。ええ嘘、待って、やめて、あー強い。あ、5倍で1万9000な。え、なんかそうでもなくない。まあ、いつもだったらね、まあ、これで、まあ、チーンの流れなんだけど、ちょっと普通にダメージもらってないんで、なんか火力も微妙だし、で防御に関してはまあ確かに強いけど穴あるし、でなんかあれでしょう、ゴジータで攻撃当て続ければまあアビリティ解除か弱体化か何かしら持ってると思うんで、それかまあこっちのゴジータが強化されて必殺が乾燥になるとか、多分そういう感じだと思うんだよ。しかもこれ次さ、ブロックバスト使うんじゃない。あ、いけるね、パイクーハンのブロックバストしよっか、原作再現で。お、出た、ザー、これこれ、あーいいね、からのこれよ。はい、劇場版ではできなかったやつねいやいいよね、パイクーハン。シューン、敵の中で朽ち果てるがいい。おー、ガード2万で3500ダメージと。はい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 。あ、でなんかやっぱりゴジータで勝たないとダメっぽいっすね。あー、いいんじゃない。でさっきあと3回って書いてあったから、これだと2回。めちゃくちゃだるいんだけどねえ。あってあってあって、嘘でしょ。マジで。え、あと2回も攻撃しちゃうんだけどこれ。だる。それか1回ゴジータ1万してる、多分意味ないと思うけど。おお、はい、ロデ3ザー、まあこれかな、ザー、いいね。いやー硬いなー。いやいや硬すぎない？ねえ待って、こんなだるいことある？あ、もしかしてそういう難易度なのかな、そういう難しさがあるみたいな。あ、さすがじゃん。
はい、5000ダメージ。え、そもそもこれ固定通るの？え？え、待って、固定無効じゃなかったっけ？あれ？あれ？待って。え？固定取ってないんですけど。どういうこと？で、5000ダメージ。え、なんか固定ダメージ上がるくせに、ここのミッション固定通らないっていう。あれ、カードアクションは通るのかな、でも。あ、じゃあカードアクションやっちゃいますか、ここで。あ、全部使えるし、来た。まあこれでバフかければでもなんとかなりそうだね。はい、一応今カードアクション見てやってるんだけど、ダメージがね全然出てないです。あの、なんかもう1000とか何百とかしか入ってなくて。あー、でまあガッカメはまあ一応固定込みでまあ1828と。はい、いや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 、これガード向こうだるすぎない？ガード向こうじゃないや、ちょっとフォーガードがだるすぎるね、さすがに。あ、でも身勝手の軽減が強い。で、また2枚になって、あ、さっき身勝手の軽減があったから耐えられたのか。はい、で3000エリアっぽいんで、じゃあこのまま入っていきます。で、戦闘力上昇率をね無効化してるんだけど、相手さ、あの固定で確か2万あー、均衡解除、OK、固定で、まあ、2万とかで戦闘力が出せるんで、ちょ、あんまり意味ないんですよ。そうなのね。だから、まあ、ボスで例えば固定戦闘力も無効にして戦闘力上昇率も、あ、え、そう、え、あれ、え、何、え、ジャネンバー何、あれ、固定戦闘力じゃないの、え、あ、アイアスがかかってるから。あ、でもなんか1位されたね、今。なんか、アイオスがかかってるからか。多分連携かなんかでエナジー破壊されたから、バッチャネンバが。あー、なるほど、なるほど。あ、はい、この場合は、いいんですけど、はい、パワー1と。猛烈にだるいな、マジで、ジャネンバ。うわ、なにそれ。え、無理ゲー。本当に言ってんのこれ。対して火力ないくせに防御力だけは1兆円と。防御力で、あ、そういうミッションか。じゃあ体力回復いないときついね、これ短期結成ほぼ無理なんで。まあ、例えばこう、とにかく攻撃食らないようにしないと、まあ、きついというか。で、今なんかゴジータの攻撃決まらなかったんで、なんか必殺技浴びせないとダメっぽいですね、あれ。あー、だるいなー。8000ダメージアップで、身勝手で固定無効。あー、でもなんかちょっとずつダメージ増えてきてるし、なんか知んないけど、言うてパワー2万だしね。うわー、だるすぎ、やばいな、これハンティマックスんじゃない、嘘でしょ。え、ちょっと待ってよ、ゴジータ何にも持ってないんですけど。ゴジータ何もないの。で、これで相手も固定通らないから大して火力出ないし、うわ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 、あ、勝利時なんだ。なんかジャネンバが戦闘力バトル勝利時っぽい。待って、的にもんでてるし、どういうこと。もうよくわかんないんだけど、このゲーム。どういうこと。なんでジャネンバ2枚になった。あー、猛撃で奪われたからか。猛撃でエナジー奪われてたから、アイオスの固定戦闘力の向こうが発動してないってことだよね、多分。で、エナジー差がつけられなくなったから、まあ、固定戦闘力が通って2万、ちょうど
ハイパープレッシャー、ハイパーテンションの2万で、先行取られてるって感じか。つまりこっから先はまあ先行が取れないと。ちょっとやばいな、このままいくと。毎回パワーイチはきついよ。そんだけかい。あ、でもエナジー上がったから、ここで連携が入ればパーフェクトでね。まあ、次また固定戦闘力無効で先行が取れます。で、その取ったタイミングでゴジータの通撃を浴びせれば勝ちという感じなんですけども、まあ、先行が取れなかった場合またね、固定ダメージ無効化されちゃうんで、はい、これぐらいダメージしか取らなくなると。まあでも言うて奥義もあるからここはマジだったよ。あ、オッケー。はい、実現したんで、まあ、ワンチャン運が良ければこのラウンドで撃破で、悪くても次のラウンドの先行で撃破ですね。で、アルティメット闘技確定からの、バースト、はい、バーストの倍率は止められないはずだから、まあ、パワー1でもちょっとは言ってくれるでしょう。あ、でも、あ、うん、言うて入ってるね。え、ガード2万でパワー1ってこんなに強いの？マジ？俺なんかガード1のパワー1、ガード2万のパワー1にしてはなんか入ってない普通に。え、え、だって固定ないよ。え、なんか意外と強いっすね。あー、で奥義じゃん。あ、行ったかな。あ、やばい、ステージ変わっちゃった。ステージ変わっちゃった。あ、え、嘘、マジ。え、なんか普通に入ってるんだよね。なんだろう。え、マジ勝ったよ。本当にガード2万。君、ほら、まあいいや、コメント欄の人が教えてくれるでしょ多分。こういうのはよくわかんないけど、なんかダメージめちゃくちゃ入ってますパワー1のガード2万なのになぜかめちゃめちゃダメージが入ってるというね。はい、で勝ち。ああ、上がった。ああ、原作再現。えどういうことまあいいや、はい、ということで、いけましたね、初見クリア。はい、いや、これマジで何にも動画とか何にもね、あのリサーチとかもなしで、まあ、とりあえず適当にね、1回目ロケハンで行こうかなと思って潜ってみたんですけど、はい、まさかのクリアと感じで、まあ、邪念馬、そうだね、まあ、先行取っちゃえば固定入るし、まあ、なんか知んないけど、あの最後ダメージもね普通に取ってたんで、うん、まあ、先行取られてもなんとかなるかな普通に。はい、ガード無効とかにはしなかったはずだから、まあ多分2万アップが解けたんだろうね。うん、50% 以上とか何かしらの条件があって、多分2万あってあのダメージちょっとおかしいから、それかパワー1が取ってなかったのか、まあどっちかね、はい、わかんないですけど、はい、無事に勝ててよかったです。ちなみに言うと、なんかこのステージね、あの隠しボスみたいなやつがあるらしいのよ。ふっ、かっこいい。なんかここの邪念場がなんかかわいいね。かかると、友情は二度とごめんだぞ。おお。うわ、いいね、最強のフュージョン、復活のフュージョンか。はい、ゴッドボスクリア、プラス 150%、 初回クリアボーナスレジェンドクリアで 25% アップで、あ、待って、マックスになったよ。え、これ何がもらえるの。ん、あー、アプリか。で、邪神撃滅アプリ、4500ダメージ、エナジーマイナス5。はい、あー、まあ悪くないね。まあミサイルアプリのちょっと上位互換的な感じかな。んー、まあ圧倒的にいらない、これをとりあえず捨てましょう。はいなんかスクラッチでもらった一等のアプリマジでいらないからね。はい、いう感じで、んー、まあそうだね、4500ミサイル結構貴重なんで、普通にありなんじゃないですかね。はい、まあボスミッションにしては、まあ、なかなか使える方だと思います。で、まあ、今回の動画はここで終わりで、あの隠しミッションというのがすごい気になるから、
あのちょっとそれ探してね、あの今度また動画撮っていきたいと思います。ということで、今回の動画は以上です。今回ね、はい、ゴッドボスね初見でクリアできてよかった。まあできねこんな感じだったけど、うん、全然いけたんで、まあ難易度的にはそこまでは高くない。なので今回ね、まあ、ジャネーバどっちも倒したけど、うん、そこまでは難しくないかなっていうイメージでした。はい、まあ昔の赤木とかね、あのアイオスとかあのブロリーとかそこら辺のレベルではなかったんで、うん、まあすんなり勝ててよかったです。ということでご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。はい、まあ、いうことでね、今段のゴッドボスで、2体倒したわけなんですけども、やってみて思ったのが、まあ、難易度的にはね、すごい、まあ、いい難易度っていうか、まあ、難しすぎず簡単すぎず、ある程度こう試行錯誤、しながらね、まあ、ワーキャー言いながらこう倒すみたいな感じだったと思うんで、まあ、今回みたいな感じであれば、すごくね、難易度はいいと思うんですけど、毎回思うのが、アプリがね、微妙っていう、このゴッドボスのアプリって基本的に、まあ、そうですね、ランクで言うと、じゃあ S が最高だとするじゃん。7000制限とか、ね、まあ、あとなんだろうな、S ランクアプリ、ウルトラゴッドとかね、S が最高だとしたら、まあ、まあ、B プラスから A とかね、そこら辺のアプリ、しか基本的にもらえないの。で、これがさ、まあ、今回で言うと、例えば4500ミサイルのエナジーマイナス5じゃん。で、あれが2ラウンドだったら結構強かったなとか、まあ、逆にもう、ね、エナジー10マイナスぐらいでもいいんじゃないって、3ラウンドだったらさ、ね、別にエナジーマイナスしたところで、うん、まあ、ユニット技使うにしても4ラウンドにね、いや引っ張っちゃうし、ね、まあ、先行せっかく3ラウンドで決めたんだったら、まあ、5じゃなくてもう10でよくねとか、ね、そのラウンドの敵の、まあ、全アビリティは強すぎるから、まあ、全カードアクション封印とかさ、ね、ミサイルプラスみたいな、あとはもうミサイルのダメージ上限値を6000にするとかね、なんかそれぐらいの調整がちょっと今後欲しいなって、うん、思いました。せっかくね、うん、毎段こうさ気合い入れてねミッションステージとか作って、で、まあ、今回もねすごいシナリオとかもねちゃんとしてたし、ジャネンバのやつとか昔のねドラゴンボールヒーローズの時代のさミッションみたいですごい面白かったんで、なんかそういうアプリにも力を入れた方がいいんじゃないかなと思いました。うん、でね、すごいアニメとかもね気合い入れててね、まあこの 3D に関してはね賛否両論結構分かれてると思うんですけど、まあ自分的には、まあ、やらないよりはマシだなって思ってるんで、うん、まあこれもね毎回なんだかんだで楽しみにね見させてもらってます。で、これが次のももらえるねアプリなんですけど、最強の拳アプリということで、3ラウンド目自分チーム全員のパワープラス5000、必殺ダメージが3倍になるとかいうね。で、これもね、まあ、正直めちゃくちゃ弱いのよ。今回さスクラッチの1等でね配布されるアプリがね、まあ、これに近いものがあるんだけど、実に使いづらいと。だから3ラウンド目でこういうアプリ作るんだったら、もう5000じゃなくて、ね、3万ぐらいでちょうどいいし、で、ダメージ3倍もここ必殺技じゃなくって普通に与えるダメージに書き方変えた方が、まあ、使いやすくなるんで、まあ、それが強すぎるってなるから、じゃあ与えるダメージ2倍のパワープラス2万とかねぐらいでちょうどいいんだよね。で、ね、ミッションってさいつでも取れるし、まあ周回デッキ攻略デッキさえ浴び出しちゃえば簡単っていうところがあるんで、まあ100円でね、まあ強いアプリが取り放題っていうのも、どうかと、うん、だったらね、そうだな、まあなんか10回じゃないな、まあ、5回目でもらえるとかね、ゴッドボスをね3回5回クリアするとそれがもらえるよみたいな、ただし1回だけですよっていう、感じのイベントにしたいとかさ、ね、なんかちょっともったいない感がねあるんだよ。うん、でこれも次のあれですね、原作再現エイジですね。はい、次ベジットがメインなんで、悪を断つ金色の戦士アプリ、2ラウンド目このラウンドの敵チーム全のパワーガードマイナス5000、受けるダメージ 1.5 倍になる。これはちょっと強いかな、ちょっとね、言うてまあ A ランクぐらいだけど、うん、まあ敵チーム全員のパワーガードマイナス5000ってことなんで、チルドの誘発もできるし、ダメージ 1.5 倍だからもうチルドでね2倍の 1.5 倍で3倍じゃん。で、1ラウンド目でもね2倍にしてれば、まあ、さらに、2倍で6倍とかそういうコンボできるんで、まあ、これは結構いいかな。うん、そうだね、なんかこれぐらいの強さだったら
すごいね、使いやすくてね、うん、それなりに強くていいと思います。で、ミッション8クリアな、要は4と8でアプリが分かれてまして、自分チーム全員のパワーガードプラス5000、当たるダメージ 1.5倍。まあ正直こっちよりかはこっちかな。うん、あのこれもまあちょっといいなって感じはいるんだけど、まあこれは自分からしたらもう B ランクですね。あのダメージ 1.5 倍消されやすいし、非ダメージはね結構消せないというか消しづらいんで、うん、こっちの方がね断然使いやすいと思うし、そうですね、まあ火力も出せて、ね、これはなんか微妙だな、火力出すにしては、うん、こっちの方がいいと思うんでまあ4だから多分相当簡単にねこのアプリは取れると。はい、チルド使いの方はぜひ、チルド使いじゃなくても普通に2ラウンドの火力をね上げたいアプリとしてはね、やっぱ少ないから、うん、いいと思います。でウルトラレジェンドクリアをね全部達成するといいものやるぞ、これスーパーベジットのねスタンプがもらえるんですよ。はい、これシークレットのあれだよね、必殺技の、うん、っていう感じで、まあこの原作再現ステージだけにねまあその漫画のシーンとかね、入れた、まあ、チャットスタンプ、動くチャットスタンプ出したりとかすごくねいいと思います。うん、だこっちはまだいい、いいね、うん、こっちはまだいい。これがちょっとなんか最強の拳って割には微妙なんで、なんかもうちょっとアプリの改善をしてほしいなと思ったっていう、そんな話です。はい、ということで、ね、まあ、今回ボットボス動画の、ね、お化けとしてね、まあ、個人的にね思うことを話させていただきました。メテオミッション4弾、4月の25日から稼働予定ということで、ちょっと今回早めです。これゴールデンウィークの前ね、稼働するようになってるので、まあ、ぜひねゴールデンウィークは皆さんでドラゴンボールヒーローズ遊びましょう。でバトスター以外でもね、まあ、ミッション勢とかもねいると思うので、まあ、一緒にねミッションとかもねやったり、いやドラゴンボールヒーローズは本当ね、あのバトル災害でもやることがねいっぱいあって、まあ、スペシャルミッション、レベル上げ、アプリ厳選で振り直し、まああとは本当にクラスアップの作業というかね、あの下地作り、アバターのねとか、まあ、本当にねいっぱいやることがあって、ね、でボスミッションとかね、はい、まあちょっとすごいね、またね楽しみです。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。はい、次の動画でお会いしましょう。終了画面の方からぜひね最新動画の方もご覧ください。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。